牛尾賢治11月から1958年8月20日は、日本の実業家、牛尾合資会社代表社員、中国合同電気、山陽商事各社長、神戸銀行副頭取、姫路商工会議所会頭、神戸経済同友会元代表幹事、兵庫県輸出工業協会長、兵庫県姫路市出身、鹿間郡、豊沢村、梅吉の長男、 1920年、大阪高等商業学校卒業。1923年、東京商科大学卒業。東京で大学講師をしていたが、1934年に、父、梅吉が他界し、帰京して事業を引き継ぐことになった。1934年、家督を相続した、株式交際売買業を営む、中国合同電機に入社。 広沢製作所会長、大日本産業法国会理事、神戸銀行副頭取、日本電球、田島ガス、山陽ガス、山陽製品も、北海電気工業、日本商品、日本編み物、何わ電球工業、牛尾工業、山陽商事各社長などを務め、神戸経済同友会の立ち上げも行った。1948年、公職追放になった。敗戦による、 財閥解体のため、事業を縮小し、目立たなくしたが、その財力は、いささかも変わらなかったという。追放解除の後、電力、ガスでは、社外役員になったくらいで、神戸、舞子の自宅で区会をしたり、新国劇の島田昭吾らと、交友した。1958年8月20日、59歳で死去。検事が残したのは、戦意、不動産。 電気部門などを持つ牛尾工業で、どの部門も赤字という中小企業だった。住所は兵庫県姫路市西高野町、同志北条口、同志福沢城、同県神戸市須磨区タルミ町舞子。宗教は新宿。趣味は読書、俳句。文人派だながら、紳士的な気象に富み、経営的手腕もあった。思想は自由主義的だった。ありがとうございます。